クレガ的インテリアショップのジュイエです。今回もおすすめアイテムをご紹介します。天井にある照明用ダクトレールに簡単に取り付けができる空気循環アイテム、ダクトレールファン。コンパクト、超軽量タイプなので、一般的なシーリングファンでは取り付けが不安な場所やレストルーム等の比較的小さめな空間にも使いやすいアイテムです。まず箱を開けてアイテムを確認していきます。ダクトレールファンは全部で4種類あります。ブラック、ホワイトの他にファンがウッド柄のプリントの2種類です。ウッド柄はブラウン、ナチュラルの2色展開。箱の中はリモコン、本体、羽、3種類が入っています。では組み立てていきます。本体についているビスを外していきます。ビスは3箇所だけなので組み立ても簡単です。必要な工具はドライバーのみなので簡単に組み立てができちゃいます。ダクトレールファンはコンパクトなのに風量もあり、換気にもおすすめで、使わないときはリモコンでオンオフができちゃう優れものです。はい、ビスを外し終わったら羽をさっき外した箇所に取り付けていきます。本体にはめ込む溝があるので羽を合わせてビス止めしていきます。ダクトレールファンはダクトレール専用になりますが、ダクトレール本体は電気工事不要で取り付けられるアイテムもあります。ダクトレール本体も取り付けはすごく簡単なので、レールがないからと諦めなくても大丈夫です。ここまでの使用時間は3分程度ですごく簡単でした。組み立てが終わったので早速レールに取り付けてみたいと思います。レール内の好きな場所に設置可能で、取り付けもすごく簡単です。レールに差し込み回すだけで設置完了です。レールにプラグを差し込み回すだけで取り付け完了です。ファンを2台つけたとしてもリモコンで個別に使用ができます。夏は涼しく冬は暖かい風を送ってくれるので、実用性はもちろんインテリアのアクセントにもお使いいただけるアイテムです。今回はダクトレールファンをご紹介しました。参考になりますと幸いです。ありがとうございました。